高木藩米高木藩米没年不明は、明治時代中期から昭和時代前期の政治家、実業家、京都府天田郡福知山町長、福知山市長、京都府多額納税者、陽名は聖太郎。岡野右兵の次男として丹波国天田郡野花村に生まれ、先代高木藩米の養子子となり、1892年家督を相続し、 全名を改め襲名する。成果は、酒造業を営む。1895年4月、福知山町会議員に当選したのを皮切りに、計7回当選。福知山税務署管内所得税調査委員、福知山町外12家村組合議員などを経て、1902年、福知山銀行頭取に就任。翌年、天田軍会議員に当選し、ついで福知山実業協会長。 軍勢制止取締役などを経て、1921年11月に、福知山町長に就任した。その後、町長に、稽古会当選し、その間、京都府町村町会会長、福知山町外中に、河村伝染病予防組合会会,会長などを経て、1936年11月に、両丹銀行頭取に就任。同年隣接三村を合併し、 翌年4月1日に市政志向により福知山市が成立すると同市長に就任した。後、1941年6月に両丹銀行が丹和銀行に合併すると同等取りに就任した。ありがとうございます。